どうもネビーザフルハジリでーす。さあ、万劇おうち愛用品ということで、僕の愛用品はこちら、マキシのキーホルダーでーす。さあ、こちら漫才劇場から発売してるね、マキシのキーホルダー。これをね、スーツケースにね、僕は常につけて、出番前なんかにね、見て癒されてるんですけれども、まあ、この後輩のね、36期、3年後輩の後輩のマキシに僕がハマってるという感じですね。もう数年前から。まずマキシのね、素晴らしいとこいくつかあるんですけれども、なぜハマってるか。一つ目の理由は、まあ、面白い。これももちろんね、ネタも面白いですし、トークもできますし、ピンネタもできるし、モノボケ大喜利もできるというね、結構お笑い超人なんですね、マキシは。普通にね、二人でね、ご飯とか行っても非常に楽しいですし、まあ、それまずマキシの素晴らしいとこ一つ目ですね。ね、いっぱいあるんですけどね。二つ目はね、可愛いところ。顔面が可愛い。なんかね、男前やと捉えられがちなんですけれども、マキシってほんまにね、チワワみたいな顔してるんですよね。なんか、おっきいチワワみたいな。体だるめしやんやけど、首チワワみたいな。なんか上品さもありますし、可愛らしさもあるし、ぜひね、見ていただきたいんですけれども、マキシが、酔った時の、この、ふにゃっとした顔。これがね、なかなか皆さん見ることができないと思うんですけれども、僕は先輩のちょっと権限を利用して、まあ、たくさんお酒を飲まして、マキシの理性を失わせた状態で撮った写真。それがこちらです。かわいいですね。これ劇場で見たことないでしょ。日中のマキシでこんな顔絶対見たことないんで。これね、夜中のね、お酒飲んだ、これ。可愛いんですよ。で、後日これを見ながらね、僕がお酒を飲むというね。まあ、これは日課なんですけれども、まあ、他にもたくさんありまして、ね、暑いところですね。マキシ暑いんですよね。NHK の上方漫才コンテストという賞レースを僕ら優勝させていただいて、その日の決勝が僕らと金目鯛というね、マキシの前のコンビ。戦って僕らがその日はたまたま優勝させていただいたんですけれども、その日帰りまして、で2日後ぐらいかな、マキシから急に電話かかってきましてですね、あ、どうしたのかなと思ったら、2日前ちょっと悔しすぎてちゃんと言えてなかったんで、ちょっと改めていいですか、優勝おめでとうございます。熱っ熱っつつつ、これできます、これなかなかできない、わざわざ、そう、二日間、マキシは抱えてたわけですよね、ここに。だから、はじりさんに、おめでとうって言えてなかったなっていう、その日、悔しいから。いや、これをね、二日越しでも、こう、電話でもね、ちゃんとこう、伝えてくれる。LINE じゃないですかね、文面じゃなくて。この熱さ、これマキシのね、大きい魅力の一つなんですね。まあ、もはや、まあ、マキシとはね、もう、以心伝心と言いますか。なんか僕の愛がもう伝わってるんでしょうね。なんか R1 グランプリが始まってからですね、マキシをご飯に誘ったりするのとはもう一切やめたんですよ、僕は。もし万が一、ね、マキシに何らかの悪影響があったらダメだと思って。で、控えたんですけれども。マキシがインスタライブでですね、R1 始まってからハジリさんからのお誘いが全くないと。これ多分、僕のことを気遣って、誘ってないんじゃないかなと思ってるんですよ。もうラブやん、もう付き合ってるやん、こんなの。これね、もう僕の思いが伝わってるんですよね、マキシにも。でも上田ダウ君、もうね、ちょっと芸人辞めましたけども、上田ダウ君はですね、もう僕のスパイみたいな状態でして、金目鯛時代は頼んでもないのに、マキシが可愛い瞬間を写真に収めて送ってくれるというLINE がこちらなんですけどね、非常に惜しい人材をなくしてしまったなとね、今思ってるんですね。まあ、なんやかんやありましたけれども、僕がハマってるものはマキシでございます。ぜひ皆さん、マキシのツイッターのアカウントをこの動画の説明欄に載せておりますので、ぜひフォローお願いします。マキシの、マキシの後輩のマキシ、マキシのマキシは、マキシのマキシと、マキシが、マキシのマキシで、マキシャ、マキシのマキシから、マキシャ、マキシ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 のツイッターのアカウントをこの動画の説明欄に載せておりますので、ぜひフォローお願いします。